姫路文学館では、美人画で知られる画家、竹久夢二の多様な作品を紹介する特別展が開かれています。画家で詩人の竹久夢二は、大正から昭和初期に憂いを含んだ夢二式美人の絵で一世を風靡しました。姫路文学館の大正ロマンの寵児、竹久夢二展、夢二の世界に浸る春と題した特別展は、美人画に加え人気作家の本や雑誌の表紙、挿絵用の作品、貴重な肉筆原画など合わせておよそ350点を紹介。夢二自らが作詞した人気曲宵町草の楽譜の表紙絵、辰野市の港町室津を背景に女性を描いた木版画などから夢二の幅広い創作活動や播磨との関わりについて知ることができます。美人画だけでなくて、いろんなデザインですとか現在の、グラフィックアート、それから商業デザインに通じるような一面も持ち合わせていた、そういったの先進的な目も持っていたというところに今回光を当てております。竹久夢二の特別展は姫路文学館で来月28日まで開かれています。